はい、あー言うて言うてな、ま、言うてね、あめっちゃ手振ってくれてますねこんばんは、お父さんありがとうございますというわけで、はい、先週が、僕とジャンジャンさんいなかったですね、はい、宮城と僕の2人きり、はい、あそうか、あさみが来てくれたんだ、あさみさん、あそう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 、そうだそうだ、滑走路でですよね滑走路帰ってきたばっかりで、すごいなー、いやー、だんだんなんかあったかくなってきましたね、あーですよね、なんかでも、うん、ムドゥイビサするみたいですよね、うん、あ、まあ、そうなんだ、ムドゥイビサやってましたね、中旬ぐらい来週でしたっけね、あ中旬、今週末ぐらいかな、また何度って言ってましたかね、沖縄もですか、はい、6度とか、ちょっと寒くなるんだ、ちょっと肌激寒ではないと思いますけど、あなるっぽいですよ、北京とかめっちゃ寒かったんじゃないですか、死に寒かったんですよ、うん、でまあ、ピョンちゃんも寒い寒い言ってたじゃないですか、オリンピックで、うん、言ってたね、 あそこよりは寒くないと思うんですけど、うん、だけど調べたら沖縄でマイナス6度ってなってるんですよ、うん、は北京マジ でたまたま行った日が暖かくて、でもそれでも 3,4 度ぐらいで、でもまあ大丈夫だろうと思って、じゃこの今つけてるジャンバーのT シャツで行ったんですよ、その下 T シャツだけで、はい、したらもう向こうの人がお前大丈夫かみたいにお前大丈夫かって売ってないからねそういう厚着がコート持ってるって言われて、いやコート持ってない、でも買いに行く手前まで行って、でもな、なんか移動あんましないしなと思って、どうにか乗り切ったんですか、乗り切りました、わーすげー、北京来ましたね、北京先週北京です、先週北京、先週北京というか、もうなんかもう名前みたいな、なんとかカモンみたいなプロレスは似そうだけどね、先週北京寒かったな、僕も福岡と山口大分行ってきたんですけど、7度とかでしたね、あそこも、あ寒いですね、寒かったですよ本当に、海際沖縄でめっちゃ寒いったら何度ぐらいですか、10度昔はね切って1桁台になりますよね、ヤンバルはあれですよ、あの6度とかたまにありますよ、あ山田舎なんで、ね、はい、あと山とかも本当寒い、うん、北なんでそうですね、あ来ましたね、太鼓、はい、さん来ましたねこんばんは、こんばんは、いいですね、ということで久々のね、うん、4人、あー来ました、あー4人ですね、ありがとうございます、ホルモン人、ホルモン人、ER酸素ホルモン人、ありがとうございます、三道の飯よりホルモン人飯屋さんだから持ってきてくれた女の子、イエーイ、ホルモン人ありがとうございます死にでかい、すごい、めっちゃマギー、本当にこっちビッグジャーソフトドリンクもビッグジャックスーパーでペットボトルできますからね本当にこれ英語でジョッキってなんて言うの、ジョッキじゃないですか、ジョッキでいいんですか、英語ですか、ジョッキ、なんか和製英語っぽくないぽいよね、そうだね、マグカップ、ビッグ、ビッグマグ、ビッグマグ、じゃあなんていうのこれ下ネタやあ、ミツさん、こんばんは、こんばんは、ミツさん初見でしたね、僕、はい、初めて会いました、先週でね、先週、はい、ボス、ショーゴナイトで、ショーゴナイト、初めて、ミツさん、いい人でしたね、楽しそうだったな、とりあえず早速始めてしまいましょうか、はい、そうですね、はい、じゃあ下から目線で中華なびらスタートでございます、
さあ始まりました、下から目線で中がなびら、はい、私学級長のカネです。副学級長のキューです。ジャンジャンです。デッキーです。はーいデッキーなったる、ベッキーですみたいな。今日からデッキーに直してます、はい、あだ名もらった、人生初のあだ名デッキーでよかったデッキーでよかったんでしたっけ最終的に。もう中も何でもいい。みんなの言い方が雑なんだよ。だっけ？だっけ？だっけ？死にじみ。ちょっともうねひどい。明らかにいじめられこの呼び方。言い方の呼ばれ方。はい、ということでね、今日はフルメンバーで。メンバー久々な感じがする、なんかフルメンバーが。なんかね相当久しぶりだね。なんだろう。ちゃんとね。先週の記憶とかあんまないですけど俺。俺もない。その前が浅見が来たの選手。そうそうそう、先選手いましたよね、うん、2週前ぐらいの感覚だ。あ、先々週がカーネがいなかったんだ。あ、そっか。じゃあ中身作りってこと。あ、4人がじゃあ久しぶりなんだ、本当にリアルに久しぶり。久しぶりっすね。やっぱ4人いると楽しいな。楽しいなー、ね、すごいなー、安心しますね。そんな下から目線で中がなびら、はい、一体どんな番組なんでしょうか。これの番組説明の方、デッキーさんお願いいたします。はいはい、この番組は我々アラフォー男子生徒4人が下から目線の謙虚な姿勢でリスナーと共に学んでいく大人のための教育番組です。はい、ありがとうございます。教育番組だったんです、はい、もうこれで教育感が教育の虚の字もないです、うん、ね。ということで、はい、もう、うん、ね、そうっすね、たくさん喋ってもらいたいですし、神会なんですか、ね、目の前になったと思ういるんでね、ほんまや、いますね。早速、ゲストのコーナー行っちゃいましょうか。えい、はい、はい、キュッちゃん、お願いします。ドクドクさん、いらっしゃいはい、夜の体育館バージョンみたいなゴージャスなエフェクトが侵入したみたいな。はい、はい、独特さんいらっしゃいのコーナーでございます、はい、よっ、さあ、はい、よっ、はい、はい、あ、斬新だね、読んどいて紹介しないっていういや、あの、ゲームの強さ出し入れです。なるほどね、転校生っていうさすがだなポジションいいね違う、でも先生のポジション、シュー、先生ですか、シューマイク何番、うん、一番僕シューって言ってるけど足皆さん、足皆さん、まあまあまあ、足皆さん一番だよね。どこに書いてあるのかな、一番、はい、はい、あ、今振ってたんで、じゃあ改めて自己紹介お願いしますはい、転校生のスーパーサード足皆です。先生にならないですね先生です転校生だと、これはどういう先生いやもう、いやもう、もう勝手に僕らはもう学んでいく姿勢で聞くんで、そうだな、何でもいいんですよ。ああ、臨時で来たみたいな。そっからどう学ぶかは僕ら次第なんで、もこの学級に特に意識せず、普段通りで、はい、了解です、了解です、あの、はい、先生的なあれをしなくても全然、はい、ああ、それをしなくていい、勝手な設定なんで僕らの全然問題ない、一回も実行したことない自信持っていきましょうよ、それは。いやいやいや、自信ないとかじゃないですよ、もうこれ。その設定に。でも勉強ってのはもう常に僕らのここにあるから。あ、かっこいい。どこっすかそれ。左乳首。久々に聞いたな。ということでね、はい、本日のゲストはパーティーダンサー、イラストレーター、さまざまご活躍なさっています、はい、ツーマスターダーシュミネさんです。はい。はい、え2度目増してぐらいですか。2度目増して、2度目だから、うん、はい、あ、変わんねえなあの時からいや、どこ見ていいともじゃないからシズル的な感じだからシズル感、ね、いいですね。いや、やっぱりこのアットホーム感がすごい好きです、うん、はい、ちゃんとあのユニフォームで仕上げてきてくれてるところが嬉しいですね。はい、もうそれはもうラジオなのに見るラジオですから、見えるラジオですから。でも50点ぐらいですよねツイキャスもね、映像下はもうなんかやっぱでかくなってる。お前これ高校生のオナニースタイルみたいになってるけど大丈夫これ入ってこんけじゃねえ。胸痛いすごい。またパンプアップしてます ね。めっちゃパンプアップ。もう学生高校とかぐらいから
この胸板の厚みは、ね、計り知れなかったんですけど、ガンダム言われてたもんね。もうトレーニングしてさらに、うんうん、これ厚み例えたらどんな縦になりますかね。これ120ぐらいあるんじゃないですか。あ、あの縦ないですね。縦てないですね。全然縦てないですね。数値で表すんですね。もう一回どんなもんですかねこれ。隣で見て白馬さん例えるなら、あ、デッキーさん、あーでもあ、これ板つかんなこれ。根付かない根付かない。例えるなら何すかね。一番間近で見てるデッキーさんにとってこの胸板なんかお尻みたいですよね。体の部位を体の部位で例えるっていうね。いいですね。すごいな。でもな、いやでもすごい、すごい、いやすごい、いや腕も死に太くなってる。確かにね、お尻と言わざるを得ない。お尻ある本当。確かにお尻っていう言い方は分かる。めっちゃ見てますよ、外から。ありがとうございます。あれお尻か、あれお尻か、あれお尻か、あれ、あれ前にあるけどお尻か、お尻なのかっていうね。お尻かって書いてあるんですね。あ、お尻か。お尻やしっていう感じで書いてきましたね。どうも、ね、本当にあれみたいじゃない。すごい、あの本当に何だったニコちゃん代用の頭の頭本当やっぱお尻っすね。ぽいぽいぽい。また V、 また V。 お尻だったり頭だったり。もういいよ。もう2回目の登場ということで、はい、ありがとうございます。いらっしゃい。下から目線で中華鍋はちょっとそばしっかり言おうよ。中華のびら。よし、今何言ってるか分からなかったです。遠いマイク入ってる。なんかどこかマイク遠い。下から目線で中華のびら。ありがとうございます。ということでね、2回目の登場って、はい、って言ってもね、だね、こう多い方じゃないから。あー、はい。あんま興味ないみたいな。知らんしみたいな顔。一瞬ちょっとイラついてた。あ、じゃあちなみに一番多いゲスト誰なんですか。ちなみに多いゲストマイちゃんじゃないか。マイちゃん、あ、ゲストなんですか。うん、ゲストでも来て、後ろでも飲んでたり。興味ないし。興味ないな。あとアダニアさんから。あ、ベマックス。まだ半年ぐらいしかしてないですけど、うん、結構複数回出てるゲストがもうすでにいっぱいいる。ああ、なるほど、うん。どんだけ引き出しないば。近場でチャーマーシー。近場でチャーマーシー。まだまだ出てもいるもんね。誰呼びたいとかあるんですか。まあいいですよ、この話は。そんなことよりですよ、そんなことより。そんなことより今日は何をしにいらっしゃったんですかっていうところじゃないですか、はい、やっぱり。そうですよ、今日告知で、ぜひともあの宣伝させていただきたいと。何でしょうか。はい、あの自分イラストレーターパーティーダンサーの傍ら、はい、役者っていうのもやっておりまして。おお、今のすごい、すごい、ウルトラマンみたいな役者。役者っていうのももう入らない。やっておりまして、はい、あのそれであの今度3月の17日と18日に、はい、ノンバーバルパフォーマンスショーという舞台が、面白そう。ノンバーバルパフォーマンスっていうのはどういうことですか。はい、これはですね、あのセリフがないという。早いね、食い気味だね。言いたかったみたいな。セリフがない。セリフがない。すごい劇ですね。セリフがない劇。すごいな。チャップリン的な。チャップリン的な。あ、なるほどね。はい、はい、うん、分かりやすい、うん、これ前にテスト公演もやりまして、はいはい、それカーネーに、うん、これ僕見に行きましたよ、テスト公演。つぶさん出てたんですか、その時から。出てました。はい、テスト公演出て、はい、もちろんです、出てました。キャストがテスト公演って言ってるだろうって顔してますね。聞いてたかみたいな。キャストはどんな感じですか。キャストよりもお話からですか。どんなお話か。あ、そうですね。沖縄のですね、あの97歳の、あのお祝い、長寿のお祝いのこの行事でですね、あのカジマヤって、あの風車っていう意味なんですけども、カジマヤ、はい、このこう回ってですね、子供の頃に帰ろうっつって、はい、子供の頃に帰って。うん、元気出していこう、もっと。ざっくりしてる。当たってます、大丈夫ですか。はい、こういう感じです、はい、はいはい、でそれであのそれぞれこの
他のラジオでもっとしっかり言ったんですけどね。ちょっと読みましょうか。みんな知り合いだから、だいぶ、長寿のお祝い、カジマヤの宴、夫婦揃って97歳を迎えた鶴おじいと亀おばあ、夫に先立たれたかまどおばあ、はたまた頑固ゆえにずっと独身のまま生きてきた超おじいでいいですか。これ僕です。はい、僕です。超おじいなんだ。それぞれの人生があった。長寿を祝う風に吹かれ、カジマヤが回り始める。すると若かりし頃のおじいおばあの記憶へと導かれていく、うん、97年の人生の中で笑ったり苦しんだり恋したり、風が回すカジマヤに導かれて回想するドラマティックなノンバーバルパフォーマンス。そうです。ちゃんとあるのにこう読まないんだね。ほらね、言わない。あのカーネとか上手だなと思って。ね、面白そう。つぶさん、この下のハングル文字のところ読めるんじゃないですか。はい、あ、このハングル文字の、ハングル文字、こっちこっち、はい、あ、はい、読めますね、はい、ちょっとこれで読んでみてもらっていい、うん、聞いてる人もいるから、うん、あ、そうですよね、インバウンド観光で来てるんで、うん、はい、夫婦揃って97歳を迎えたするおじいと。デジモン、まあでもこの怖い、ニュータウンは怖い、ニュータウンは怖い。正解正解。さっき言いましたけど、そのプレ公演、はい、僕見に行ったんですけど、いやー、なんて言うんですかね、むずがゆい思いというか、この身近なこの友人がこう舞台上で役者となってね、うん、あ、演じる姿、これまあ何回目になるのかな、2回目3回目じゃないですか。3回目か、はい、吉本さんも出てましたもんね。吉本新喜劇の、沖縄、うん、沖縄新喜劇の第1回、まあ、慣れないですね、やっぱり、あ、僕がやってるのかっていう、いや、でも立派、はい、いや立派でしたよ、でも、あ、ありがとうございます。皆さん立派でした。いや、もうカーネはなかなか褒めない男なんで、そういう風に言ってもらえると非常に嬉しいです。その中の超おじい、超おじいです、超おじい、はい、長いって書いて超おじいね。そうですね、はい、あとチームスポットジャンブルっていう、うん、はい、しんちゃんさんの劇団の、はいはい、島袋ひろゆき、ヒーロー、ヒーローさん、彼も浦添高校なんですよ、ね、同級生なんですよね、うん、何回かお会いしたことがありますね、仕事で、うん、とチョンダラーズの、うん、ああ、はい、日傘、ケンユーさん、はい、同級生ですか。いや、ケンユーさん年上です。年上ですよね、はい。チョンダラーズってあれ、あのパフォーマンス、あの、そう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 、龍神マブヤの3人組の、あ、はい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 、はい、マブヤですよね。マブヤ、はい、すごいね、一人、はい、日傘さんと一緒にやってると、あとうん、クロスオーバーっていうバスケの 3on3 のイベントの司会とかを MC とかをやってるバスケットのこのフリースタイルバスケットボールの MC でダイスという、はい、はい、DICE ダイスですね、はい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 、はい、JJ の紹介で会ったことある、僕も見たことあるし、ね、そうそうそう、ダイスと、あと沖縄の女優さんですね、まだ若いんですけれども、若いのにしっかりしてんなっつって、いつも感心して練習風景見てます。かなでちゃんというね、はい、演技インストラクター、はい、この計5人で約1時間の劇みたいですね、うん、面白そう、本当。いや面白かった。あ、もう見たんですもんね。はい、見たんですけど、まあテスト公演なんで、まあ、あっこからまたいろいろ知った激励をいただいて、うん、でどんどん修正今している最中ですね、うん、感想をアンケート用紙書いて提出するんですけど、はい、もうボロッカス書いて厳しそう。ボロッカス書いて出しました。意見じゃなくてただボロッカス書いて。まあ冗談ですけど。それがもうより良くなって、うん、本番を17、18、3月の17、18に迎えるということで、うん、これ、場所はそうですね、音市場、音市場、うん、あ、ですね、あ、なんかあれですか、うん、食事しながら見れてますか。フードも、はい、面白い、はい、テーブルも出て、いいっすね、はい、時間がですね。ちょっと待ってください。そうそう、なんか品質とかの情報書いてないですよ。これがね、うん、それで品質が本当だ。これすいません、うん、3月のですね17日、音市場にて、うん、会場19時半、はい、開演20時、19時半オープンのスタートが20時、はいはい、で
3月18日日曜日はですね、あ違うんだ、会場が14時半あ開演が15時と、ちょっと日曜日はあのお子さんとかもね、あじゃあ早めに、はい、お子さんもうあのテスト公演でもですね、もうお子さんがもうキラキラキラって笑ってくれて、やっぱあのセリフなしなんで、どんな感じで笑ったんですか？キラキラって笑ってましたね、はい、可愛いなって思いましたよ。思いましたよ。死に棒よ。やる前確かにね、難しいセリ、難しいというかセリフがないから、セリフがない分もう見てわかるんで、まあ言ったら子供どころかも外国の方も、ね、外国の方もはい、なんか BGM とか SE みたいなのあるんですか？あ、あります、あります。音は、ね、音はもうガンガン、あすごいね。な急に黙るの？そこをあの鈴さんにいろいろ膨らましてほしいところだったので、あのそうですね、だから自分がこう、この、あの超おじいの役であの選ばれたのはですね、まあ、粒マスタードアシミネとしてのこの表現、うん、はいはい、ですね、もうダンスだったりノンバーバルですもんね、はい、そこをちょっと買われて、うん、買っていただいて、うん、で、お声がかかったという次第でですね、うん、SNS でも結構俺演技できるぜみたいなのアップしてますから、あやってますね、やってます、やってます、はい、はい、10秒20秒ぐらいの、あそこが報われた感じですか？そうだと思います、はい。ただあのやるやつはもうつぶさんですね。つぶさん、つぶマスターだしみねとして出てます。あ地元が誇るスターって書いてるんですけども、はい、長寺はつぶマスターだしみね若い頃やってたよっていう設定、ああ設定ですね、はい、あ、なるほどね。みんなそうなんですか？あ、みんな違うな。みんな違います。みんな違います。いやすごい、あのアクションあり、ダンスあり、このお二人がいれば、うん、そうそうです、そうです、ね。アクションあり、ダンスあり、でちょっとこうハートウォーミングなしっとりする感じなエピソードもあって、3エピソード分かれてやってるんですけどもね。うん、はい。もうね舞台所狭しと皆さんね、うん、暴れまくって、皆さんすごい、なんならステージ飛び出してみたいなね、うん、すごい、はい、なんか今日ゆるいっすね。いやでもすごかった、面白かったですよ。 ありがとうございます。あ脚本演出が、クラトーさん、クラトーさん、クラトーさんって、はい、あんまり聞かない名前ですね。うるましあたりにいますよね。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。沖縄の人ですか。活連とかに、初めて。多分うるましの人じゃないかな。なんか顔もタオファクトリーって。あのタオ。あれ？タオってあのタオですか？あのタオじゃないです。あ、じゃあ。じゃあ。じゃあ土屋と。もっと違う。土屋タオって個人名ですか？誰も知らない。違うか。タオです。あらパオか。パオ。いっぱい来てますね。大国さんから、受ける高校生の O 丸にスタイル、さっきのからですね。でね、そこで A カップですか。つぶさんイラスト好きです。にっちゃんから来てますね。ありがとうございます。あ、梶前の意味当たってますよ。おお。ありがとうございます。まゆちゃん来てますよ。今の時間返してほしい。会話なし。どういう意味、どういう意味。まやさんって初めてじゃないですか。はいさい来ますね。まやさん、はいさい、はいさい、まやさん、まやさん、まやさんでいいんですかね、発音。まやさん、まやだね、猫のまやさんね、まやだ、まやだ、まや、みつさん、地震だ、地震あったんですかね。ありました今。え、そう、本当昨日もありましたよね。なんか最近多いっすね。ピンポイする人か分からないっすよ。俺もだ、俺もだ、ずっと地震みたいな。俺もデイジユースするってかな。来てますね。自信ありました。自信ありましたってなってます。じゃあ最近なんか多いですからね。ボーっとしてたら取られるよ。ガッとどうにか話を戻さないと。もう全然来ないから。右往左往するから。じゃあ日にちもう一回。じゃあ3月17日。3月。3月17土曜日。3月18日日曜日。土日。時間は？時間は3月17が20時。夜からね。夜20時。音市場で、はい、3月18が15時ですね。日曜日の方が15時、はい、全然違いますね時間。はい、俺18ダブルブッキングしたらやっさ、はい、どうにかする、大丈夫、大丈夫です、大丈夫。20時になった。これぜひ本当にちょっと演技
頑張ってますんで。いい方がいい。あのね、ある意味、あのね、あのね、ある意味やっぱりこの、あのね、ツーマスタードアシミネゆえのその生き方っていうんですか、やっぱノンバーバルなだけにやっぱ動きが主になるだけに生きてましたよ、本当に。あ、本当ですか、はい、わあ嬉しい。俺誰なのって話ですけどね。僕はそう思いましたよ、感じましたよ。つぶさんは喋らない方が向いてるのかもしれないね。かもしれないね。いや、声もなかなかいいと思いますよ。本当いける今。あ、いい声してる。今いけます、いけます。何、僕はあのこういうのはもう率先してやっていこうと思ってますよ、うん、もうこれからは。何をやります？なんか何でも演技できるみたいな。あ、マジっすか。じゃあ、ね、なんかお題、お題をもらいますリスナーさんからお題。あ、そうですね。今日は朝からお母さんが今日はカレーよってはい、大好きなカレーよって言って、あーやった今日カレーだって言って学校行って、ずっと学校中もあ今日家カレーだなっつって家帰ってきたらマミナーチャンプルーだった時のリアクション。声映像、声で映像も映ってる、はい、映像も映ってます。まあでもラジオなんで。あすごいすごい、めっちゃ、めっちゃ面白い。ベッキーと一緒にいたら成長しないんでしょ。褒めてくれるから、褒めてくれるから。めっちゃいい。こう来るか。今初めてデッキーって言ったけど目が背になってますけどね。言いづらそうに言ってましたね、デッキーって。いやーすごい。どのぐらい稽古してるんですか、もう。ですね、仕方がない質問。しかない仕方がない質問みたいなテンションになってるから。3ヶ月ぐらい。3ヶ月あ前やってるの。でも毎日じゃないんで、週の半分ぐらい。週の半分稽古。週の半分。いや、まあやってるんですか。1回の稽古でどのぐらいですか。あ、でも3時間とか4時間。いやいやでも長いです。週3、4やるわけですよね。いやいやいや、ちょっと他の舞台がどのぐらいやるのかも全然わかんない。ちょっとね、比べようがないですけど。俺もあんまわかんないんで。2日に1遍の4時間とかじゃないですか。あ、他は。すごいね。今後つぶさんどこに行きたいんですか。役者、ダンサー、もう全部やります。全部できるなら全部やりたいですね。できますからね。はい、あ、できますからねじゃないですけど、あの、やりたいんで、全部やりたいんで。どっかこう所属するとかない。所属するとかまだちょっと全然あんま考えてないんですけど、でもひょひょひょっていきそうじゃないですか。安定したもの見せられたら多分ゆるゆるでいいから。リアルリアルだな。各プロダクションのね、皆さん、アシムネ君狙い目です。今空いてますね。今空いてます。つぶさん、笑ってるで俺。笑うしかないよ、もう。呼ぶ時間間違えたかな。呼び入れる時間とタイミング間違ったかもしれない。最近今役者やってるじゃないですか。はい、ダンスと、はい、あと漫画とかも描いてるじゃないですか。あ、漫画も描いてる。イラストとか、はい、すごいよね。なんかないですか、そっちの話。 あの仕事やりましたとか、あれ実はやったの僕です。 CM とかもやってるじゃないですか、キャラクターアニメーション。あ、ハートのなんか、ああやってますね。はい、あとかも行った方がいいじゃないですか。そうそうそう、実は私がやってます。ホット沖縄という、あ、めっちゃ流れてますよね。はい、あの CM の、うん、はい、アニメーションの絵を、うん、がっつりやってますよね。やらせてもらってますね。はい、もうあとあのこれからの話なんですけど、言っていいんですか、大丈夫ですか。全然大丈夫です、これ全然大丈夫です。あのニューパワーっていうバンドがあってですね、はい、あの伝説的なニューターナーっていうあのバンドのコピーバンドなんですけども、伝説的なバンドがいましたね。はい、あの、ね、本当にすごい大好きで、はい、伝説的な、本当になんであんなにかっこいいのに解散したんかなっていう、うん、であのバンド あのコピー誰もやらないんで、じゃあ俺たちでやろうって言ってやりますね今度。
これいつやるんですかそれ。それいつやるんですか。あ、これ日にちも決まって、あ、そうだよね。決まってます。決まってます。331?そうそうですね、3月31日にまた行きたかったな。ボアソルチのそうまたね友達のボアソルチの1周年祭の記念のイベントということでこんばんはそうだ331だ。そこでまたねイベント的なことをやろうと思って、そこでニューパワーとして出演しようかなという。はい、なんすか思ってます。楽器は楽器はニュートアナと一緒ですねあれなんでニュートナー、ニューパワーですよね。ニューパワーです。元ニュートナーです言うんだ言わないでやろうとしてるから元ニュートナーです。そっこ言いましたね。はい、まあ一言で言うと若かった頃の自分たちをもう一回コピーする演じる。あでもいいっすね設定がかっこいいな。あのギターのね5-5がもう、出れないんで、そうっすね。ネクストステージに、ネクストステージに行っちゃったんで、だからマネージャー中峰くんが、そう、弾けないギターを今、弾けないギターを、頑張ってリハビリ中。もともと弾けない、もともと弾けないです。うわ、なんかそういうの聞くと励みになるな。ハゲじゃなくて励みでやっていこうかなと思いますね。頑張ろう。これないんですか。僕宮古島にいるんですよ。ええ。普通にお店本当でお願いされてちょっと踊りで、ね、いや本当はジャンジャンさん行きたかった。実際お願いしようとしてたんです。そうなの、そうめっちゃ行きたかったんだけどね。お店なんです、ね、わー、タイコピさんも来てる。超行きたいやつ。メンツもやばいし、そうそう、メンツがですね、このニューパワー、グリーピー、グリーンピース、グリーンピース、はい、あとポートリバース、コンベーシックで僕やってるアカペラのコンベーシック、ツムマスター、スズさんも出ますしね、ということでね。ズームさん、あの、はい、出ますね。オープンの時もね、オープンの時も結構この仲間内でみんなでお祝いしたんですけど、また1周年の際もね、みんなで盛り上げれたらいいなと思いますんで。いいなと思います。これ絶対多分ソールドアウトすると思うんですよ、僕。でも確かに。もう現時点でも結構問い合わせは来てて、今日も予約入ってるので、もうぜひ早めに予約制にしてるんで。もう完全予約制です。各々のメンバーとか、知り合い伝えでもいいので、なんかつながってたら SNS とかでもガンガンもうダイレクトメッセージなりメッセージでもいいので。大体何名ぐらいあそこ入りますかね。ですね、80って言ってましたよ。80マックス80、多分80でも80パンパンっすね、まあ、パンパンっすね。トイレ行きづらくなる。ミーツさん行きますって来てますね。ミーツさん来てましたもんね。タイコピさんも来るんですかね。タイコピさん、ただ遠征組もっと情報早く欲しかった。もう休み取れんやつですよね。ああ、ね、そっか。またやるんじゃないですか。ニューパワー今回きりですか。いやいやいや、ニューパワーはあ、そうそう、今回はアコースティックスタイルなんです。そうです、そうです。ああ、でも場所柄とはバンドとして、あの、じゃあまた違うあのコピーライブハウスとかで、コピーバンドなんで、一応はコピーバンドコピーバンドなんでバンドスタイルでどっかでやっていきたいな。まあでもね、みんなますますでも行きたかったな。ちゃこちゃしてるから、簡単にはできない。まあでも今年にどっかライブハウスできたらね、ねライブハウスでもやりたいですね。めっちゃなんか動物みたいな。いいなと思いますよねだからね、動けたらいいですよね。そうですね、観光客じゃこれ絶対ウチだ。ちょっと前半でニューパワーの前半はあの知る人ぞ知るっていうか、知らない人あんまり、知る人あんまりないんじゃないかっていう、唯一無二。ああ、唯一無二。ああ、もうやろうかなと。あ、本当に確定です。おお、唯一無二もちょろっとやるので、ちょろっと入りつつ、僕らの番組のオープニングとか聞いてたら馴染みがあるサウンドかもしれないですね。そう、盛り上げれたらなと思います、ね。31日なんだ。どうにかできるでしょう。死に朝から宮古島。いい大人ですよ。いい大人なんじゃないですか。日帰りしてくれば大丈夫です。僕一回仕事で久米島日帰りっていうのやったことあります、ね。きつい。久米島ですよ。滞在時間1時間ぐらい。すごい。行った船が帰るのが死に早いんですよ。船で行った船です。船です。あれだよ。もうなんか船が燃料を入れてる間に、そうですそうです、打ち合わせしてくるんですよ。あーって言って、あーって戻ってきてじゃないと11時半ぐらいに、12時ぐらいかな、着いた船がもう1時半ぐらいに出るんですよ。そしたらもう次まで出ないんで取り残されるんですよ。
空港ないんで、あれだもうな、本当に物資を下ろしてるぐらいの時間って書いてある。ダッシュで仕事して、ダッシュで帰ってきて、港で打ち合わせ、いや、あの近くの現場まで行ったんですけど、もう走ってガーって打ち合わせして、ガーって戻ってきて、ガーってカツカレー食べる時間ありました。余裕全然あれ意外に余っちゃできるな。あ、でもお腹すいたしつってカツカレー食べて、それなんか知らないけど、だから那覇から久米島行きのそのカーネンの船、はい、だから俺あのその船先にこうなって、彼が乗ってて久米島にファーって言っていろいろ仕事やってファーって帰ってくる。すごいですよ、その映像ちょっと浮かんでしまった。タイタニック悪いわ。俺悪いわ今の。舞ちゃん来てますね。船船いや船っすよ。船どれぐらいですか久米島まで。5時間6時間いや、そんなしないっす。じゃなかった、え、そんなじゃん。4時間半ぐらいですかね。うん、8時に出て、でも渡嘉敷とか経由する、渡嘉敷、そうだね、一回気候探して、それ面白いっすね。経由してたら結構時間かかるね、うん、家族で行こうかな。10分ぐらいよ、ちょっと止まって、すぐ行くみたいな、ね、酔います、下ろしてみたいな、酔います。あー、だダメだな、ダメだな、ダメだな、死に酔うんすよ、僕。俺も酔う、もう酔い止め、酔い止めになんか食べんとと思って焦って、余計オートバックス、あの自販機でコアラの回した。何の話これ。しかもゲスト全然入ってこないし、全然入ってこない。でも俺がおかしいなと思うのはカレー、カツカレー食ってますからね。あれ絶対大丈夫でした。大丈夫なんだ。大丈夫でした。あのこの漁港に、漁港っていうかこの港に唯一ある喫茶店みたいなところなんですけど、外からは店内の様子が全く見えない。もう開けて入ったらもう入るしかないようなお店スタイルなんですけど、でハゲのおじちゃんが一人でいるんですけど、お前が作る場っていう感じの人がカツカレー。カツカレーです。味は、カツカレーでした。よっしゃー。10分で出てきたカツカレーを5分で食べましたよ、僕。なんかふわ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 してるんですよね。やばい、こういう感じだよ。こういう感じで圧倒されてたら入ってこないと終わっちゃうよ。何もアピールできないで終わるよ。今日終わっちゃうよ。あんたよ、最近の漫画のなんかないですか、話。漫画ネタ、漫画のなんか話ないですかって言われたらもう違う、なんかフェイスブックで漫画ネタ多いんですよ。そうですね、で見てる人もう最近フリよ。 SNS すごく興味があって、君のページ見たらもう G ペン、あ、 G ペン、あれってやっぱ書きやすいってこと。書きやすか、書きやすくなりました。僕、小学生の時使ってましたよ。あ、そうなんだ。漫画返す、もうそのこう、その時からも返してたんですね、そういう風に G ペンで。プロとかが使うやつ、もうプロが使うやつです。G ペン、なんか細い線描くときはこの G ペンの先裏返すと細く描けたりする。万年筆みたいな感じです。なんかインクつけるんすよ。そうそうそう。あ、かっこいいやつだ。かっこいいやつです。かっこいいです。かっこいいやつだ。はい、あの浦沢直樹の満ペンのあれで、そう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 、あのあれだ。あれさ、そうそうそう。ペン先の、はい、押したらね、太くなるやつです。ああ、はい、開いてこう。あれだ。そうなんです。そうなんです。あれ書いてる。あれ、あれを最近から使い出して、うん、普通にボールペン使ってたんですけど、何きっかけで使い出したんですか。これがですね、モーニングっていう週刊誌の、うん、月一コンペに出して、はい、すごい、はい、これはボールペンで書いたやつを出したんですけど、めっちゃ出してますよね、賞レース。まあまあ言われてしまって、あ、うん、はい、そうなんです。来るんですね、コメントもちゃんと、ありがたいことに編集者の人から、はい、ね、それで、まあ、あの筆を選んでいいのは空海だけだ。工房だけだ。いや、基礎はやっとけみたいな。僕もちょっと読ませてもらったんですよ、機会があって。まあ、でもちゃんと逆に言えばありがたいですよね。ありがたいです、ありがたいです。空海って、はい、空海って誰やめよ。工房って言ってる。いや、基礎ね。でそれで、ね、あ、G ペン書かんといけんなって言って、あ、それで購入して書き出して、はい、やっぱ全然違うんだ。いや、違いました。あ、すごい。自分で書いてても違うなって思ったんで、結果良かったんですか。良かったです。あ、じゃ あ、はい、すごいな。ただやっぱ基礎は裏切らないな。言い方、基礎は裏切らない。あ、これ何番だっけ。待ってよ、やってから言われる。基礎は裏切らないな。一回リハーサルしないで。余裕なんで今一回リハーサルした。
サーチさん来てますね。久米島行ったらカツカレーですから、ね、やっぱ来てるんですよ。そうなんだ。俺のね、嫁の、あ、知らないんじゃないこれ。そうなんだ。乗っかっただけですかね。これを行かないといけない。今度からって意味じゃないですか。そうなんだ。行きたいな、グトーとか美味しいですよね。入ってくるとか、ジーペンの話からカツカレーの話になってる。家島のハンバーグとかデジ美味しいですよ。しかも、たまたまそのハンバーガーがエースって言うんですよ。ああ、戻す、うまい。エースって名前でやってましたね。エース。エースの時も漫画描いてました？なんで描いてないですね。描いてないです。はい、いや、書いてたんですよ。書いてた、書いてました、書いてました、書いてました。それこそニュータウナーの漫画を書いてました。ニュータウナーの本人がニュータウナー物語っていう漫画を書いてこれ本当にもう一回書いてみたらどうですか。すごい、そういうリアルを漫画に。いつもあれじゃないですか、こう空想の世界、あ、はい、僕好きですけど、はい、リアルも一回書いてみるのもいいんじゃないですか。あ、かかんな。かかんやす。この顔かかん顔だな。かかんやす。いやでもでも演出するでやったら面白いと思うけどな。鶴目独身寮あるじゃないですか。はいはい、もうめっちゃ大好きです。鶴目独身寮好きなんですよ。ね、めっちゃいいですよね。だからああいう感じなのを描きたいなとは思ってるんですけども、ドラマの鶴目独身寮はなかなか、いや漫画もどこだみ、どこだみ、鶴目独身寮、わかんない、超面白いですよ。面白いよ。名作、名作鶴目独身寮ぜひ読んでください。最高っすよね。あ、また読みたくなった。僕も読みたくなりましたね。鶴目独身寮読みたくなった。また名前でしたっけ、あのエラ張ってるの。あ、名前出てこないです。キメグミですか。あ、じゃないか。尖ってる。鶴目独身寮、もうレッツゴーだな。レッツゴー。あ、レッツゴー。今うちみたちが見てます、それ。あれ何だったかな。三年キメグミ。こっちはキメグミの話して、こっちは鶴目独身。え、これ何これ。今日上がってたんです。俺なんか後輩が15年前。ちょうど15年前。話飛ぶ。ニュータウナー、こんな飛ぶんすか。 PV これ俺踊ってる。あー、ジャンジャンさんに踊ってもらった。シーン、洋画に出る。ヨーガリとか一番やっけ。ラジオで映像の話してる。今度送りますね、みんなに。じゃあどの話に戻ります。G ペン。あ、G ペン、もうジペンいかん。そうですね。いや、なんか今、まだ書いてますもんね。これからなんで、はい。今やってる漫画もサイレントですか。今やってる漫画はサイレントです。あ、そう、これもサイレント。そう、サイレント。ノンバーバルサイレントですね。漫画もサイレントなんですよ。今書いてるやつは、その、読みたい。世界的なコンペで、サイレント漫画で16ページ以内で仕上げないといけないっていう。ごめんね、俺漫画読まないか分からないけど、サイレント漫画ってセリフなしです。これもセリフなしで。あ、それとかも見たことないわ、俺。これ、北斗の拳の、書いてる原哲夫先生が審査員だったりするやつで。なんか、セリフなしの漫画ってめちゃくちゃ難しそう。いや、だから、あ、そうなんですよ。なんかさ、そうなんですよ。効果音もダメですか。ドドドドドとかもダメ。一応入れていいんですよ、効果音。なんか、このだけど、入れもう全くサイレントしました。なんていうんですかね、この吹き出しがあってかっちりする、なんかバランス感ってあるじゃない。漫画とパッと見た感じ。はい、そうですね。あれがないってさ、だから結構よね。ずっと吹き出しがあるやつを書いてたんで、こう一コマ一コマにこう、あの、この意識がよりね、よりこうなんかこういろいろ考えるようになりましたね。言ったらあれだけど、書かんといけんところが増えるさ。まあまあ、まあ言い方ネガティブ、構図だったり、はいはい、絵で説明しないといけないですね、関係性とか。スペースとしてもやっぱりね、吹き出しで被るところもないわけだし、できるわけ。あと今書いてね、これね、あの、僕、あの、みんなに読んでもらいたいんですけど、完成したら。うん、めっちゃ読みたいです。あの、サイレント漫画って言ってるじゃないですか。最後のページで言葉を読んでる人に出させます。なるほど。おお、すごい、素晴らしい。もうそういうのを書いてます。はい、あ、いい、愛してると言ってくれみたいな。大丈夫。全然違うな。 あのドラマね、最後に豊川悦司が喋りよってみたいな。これ喋ってよみたいな。言い方がもうだっけみたいになってる。豊川悦司。これ大丈夫、さ、ハードル上がってますけど、これ大丈夫。大丈夫です。まあでも設定面白いですね。猪木が出てきて1、2、3とかじゃない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 です。これしかもみんながみんなが当たり前だと思っていることを改めて
提示するような感じだったんです。再確認できるぐらい、はい、再確認させるための。あ、サーチさんとつぶさんのサイレント漫画見たい、本当に見たい。あ、ぜひぜひ。でこれ今年の年末ら辺にある展示会で展示しますんで。すごい。年末ら辺にある。だいぶ後ですね。年一の展示会で展示します。ビザ5も良かったもの。ありがとうございます。今日ちゃうね。今日あれだね。つぶさんがいるからもうギャラリーが。あ、めっちゃ狭まるね。そうなんです。そうなんです。これちょっと聞こえてるんですか。知ってます。聞こえてます。聞こえてます。そうなんです。すごいな。めっちゃ写真撮ってるの後ろから写真撮るっていう、うん、ありがとうございます。今沖縄で一番インスタ映えする男かもしれんからね。超ウケるんですけどって感じで撮ってるよ。ありがたい。胸板がお尻なんですか。それよりも俺お前も自撮りみたいになってる。自撮りしてるしもうなんかね、あと10分ぐらいしかないよ、早い。言うてね。ありがとうございます。ありがとうございます。白と黒でオセロ会議。白と黒で。じゃあもう忙しい。カバンも白と黒や。忙しい年始のスタートしてるんじゃないですか。じゃあツーマスタードさんはもう漫画あり、お芝居あり。そうですね。今はい。ね、周年祭あり。周年祭あり。で年末にはまた展示会と。年末に展示会、はい。ニューパワーも音楽もあり。なんか充実してますよね、フェイスブック見せたら。すごい。なんかや、何かやることに没頭してる感じが。あ、でも、あのでもそう見せてるんです。あ、あれ？なんだった？マイクが飛んじゃうね。そういうのもリア充、リア充。リア充。リア充アピールして。こう、リア充アピールというか。あの、はい、わかります。はい。俺やってるぞっていうのを見せて。ですよね。これ後で。でも、はい。あの、それも。そうですね。ほんとすごいもん。僕もそう。意外と寝れない夜とかありますもんね。いや、そうですね。ありますよね。ありますよね。この SNS のあり方みたいな、使い方みたいな。もう分かるな。分かる。もういろいろ考えたら何にもあげれなくなる。もうこんな仕事、この仕事してなかったら多分僕やらないと思います、 SNS。 ああ、確かにそうだと思います。もっと営業ツールでやってるんで、多分やらないんじゃないかな。俺も昨日ラーメン屋行っていろんな事件があったんですよ。それ載せようと思って最後にこうなって、なんか電話かかってきて、途中で書くのをパッてやめて読み返したら、もういいやってなって。あ、でも分かる。僕これよくあります。いや、これ終わった後にちょっとこのラーメン屋の話聞いてもらっていいですか。めっちゃ面白いですよ。めっちゃ面白いですよ、本当に。このめっちゃ面白いけどちょっと時間が。リスナーはジャージするんじゃないですか。黒ラーメンの話なんですよ、これ。俺黒ラーメン頼んでないのに黒ラーメンが来たんですよ。隣の人黒やってないんですよ。そうそう。だけど、じゃあだけどそのちゃんとオチがあるんですよ。オチがあるっていうか、でもこれ、この話はそう、一番この黒、あ、ウェブで、あ、ウェブで、ウェブで、うん、一番黒かったのはラーメンじゃなかったんですよ。なるほどね。あ、本当に。あー、もうちょっとみんなすごいですね、なんか表現、なんか感心させられる、聞いてて。この後楽しみだわ。じゃあ最近テレビでやってたけど、腕組んでる人あんま興味ないっつって。あと俺今楽しみだわって言ったのに。ジャンジャンさんが言った一言で腕組みトークで繋がるんですけど、酒飲んでて腕組んでるやつは酔ってないって言いました。おー、あ、そうなんですか。あのチビカツの下で多分みんなだからもうわいわいしたときに、こいつらはもう帰ろうかなんですよ。もういつ帰ろうかなみたいな。そうっすか。これ言われたときに、逆に言うと酔ってる人は腕が組めないってことですか。もうバカなんでなってるんじゃないですか。それぐらい酔っ払ってるってことですか。こんなになるんですかね。なんかもう次のこと考えてる。ラジオでこんなこんな言うって言うてる。こんな全員動きしてるけど、ラジオで。やばい、めっちゃ黒ラーメンの話。タイコップさんが聞きたいしできてますよ。黒ラーメンすごかったんですよ。これアダニアさん実況中継でずっとラインしてて、で昨日お店に来てたんで、大爆笑しながら来てくれた。あれやばいわ。カジマヤ見に行きたいな。カジマヤ行きたいですね。改めて告知しとく。3月17、18、ミュージックタウンでね。ミュージックタウン音市場。17日の時間が3月17日が20時。18日が15時。はい。前売りの3回だよね。3回です。はい。前売り2000円。あのミュージックタウン音市場。ああ、これね、お問い合わせ先とかね、あの
あでも書いてますプラスだったり、うん、あのローソンチケットでも、うん、まあでも書いてますよ。音市場の0989321949であるとか、うん、ああそうだね、ミュージックタウンのホームページとかね、はい、あのスケジュールで絶対書いてると思うんで、うん、書いてるので3月17、18、うん、音市場 .jp の方で検索していただければ情報がもろもろ出てくると思います、はい、うん、この日行ったら、7歳の僕と、うん、15歳の僕と、うん、38歳の僕が見れる、あと97歳の僕が見れると思うんで、おお、はい、なるほどね、はい、よろしくお願いしますよっしゃーす、ぜひとも、でも日曜日はマジで見に行くわ、あよろしくお願いします、お昼3時だもんね、はい、お昼3時家族で行きます、はい、さんこれ家族よりおすすめですね、あそうか、黒子も連れて行こうかな、これあの本当に家族おすすめです、家族で行こうかな、ぜひぜひ、僕も家族で行くと思いますよ、え日曜日、日曜日、あ本当、多分みんな家族で、うちの家族も日曜日家族で行くと思う、ね、318、318、3月18日が日曜日の3時ですよね、はい、了解です、いいっすね、うん、子供はいくらですか、子供の膝上無料ですね。あ、オッケー。小学校6年生も膝上だったらいいですか。めっちゃ今ふわふわしてる。なんで今ベロ出した場合。めっちゃ探した今。ちょっと書いてない今。本当に。お前次もラジオだよね。あのこの後もラジオ。この後収録。収録で終わったもん。あ、終わった。終わった。ああ、だから。そういうこと。そうそうそう。同じ話になりませんでした。お金の金額とかあの。ならなかったです。ならなかったです。俺たちの進行が下手くそみたいな。しっかり喋りました。しっかりしてないみたいな。なんだろうな。ここあのなんだろうな、この雰囲気なんでしょうね。多分居酒屋にいる客だから。多分あんまはっきり、まあそうですよね、はっきり言わんでもいい。はっきり言わんでもいいわけじゃん。つぶちゃん久しぶり。久しぶりです。本当だ、書いてないね。いやー、いいな、もう付き合いもどんどんかんだり15年ってなるってことでね、これ動画15年そうっすね、 PV 出てたんですもんね、ジャンジャンさん、ニュータウナーとジャンジャンさんが共演した PV、 あのシタチューのフェイスブックに共有しときましょうね、はい、あ、素敵、今日自分の後輩が上げてたんですよ、あれがちょうど15年前らしくて、うん、今日は15年、今日もう俺あの日の現場とかも覚えてるもん、覚えてる、めっちゃ覚えてる、上下水色のジャージだったよね、ジャンジャンさん、ジャンジャンさんだった、でもあれこっちにプレイヤーズって書いてるんですよ、ちゃんと、そう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 、気使って、それは合わせてですか、いや合わせてよもちろん、合わせてよ、デージクソ俺気づいてない、書いてる書いてる、俺も気づいてなかった、そういうの、そう衣装だったんで、当時いくつですかジャンジャンさん、15年前だから、なんか、まあ、膝での引き算だよ、15年前もお前の1個目だわ、足す1やわ、足す1バカな質問してバカなやつだよ、どうにかつなごうつなごうとして何か言わんと言う、何か言わんと言う、じゃあマジで、でも考えて20、えだあの時自分たちが20 3ぐらいかな、3ぐらい、3、4、うわで23であんな曲作るんだ、作曲のポーンですよね、いやー面白かった、本当いいもんな、今度流してほしいな、来週あたり、来週あたり、来週あたり、もう一回書きましょうか、普通にプレイヤープレイヤーだったね、23、4であの曲なんだね、すごいですね、そうか、そう考えたね、23、4なんだあれすごいセンス、センスすごいわ、あ、これあれですか、アライブ今度ですね、あの皆さん SNS にですね、うん、もう多分今僕酔っ払ってるから多分言ってると思うんですけど、このアライブ今流れてる曲のですね、はい、歌詞を載せますんで、これ歌詞、うん、リリックを、あの僕が歌ってたが僕で、カンネが歌ってたのがあれ、いやこの歌詞がですね、僕あのニュータウナーやつで一番いい歌詞なんです、あこれあのぜひもう自分で言うのもなんですけど、いい歌詞なんで、どっちも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 、カーネの歌詞も僕の歌詞もこれあの SNS 載せますんで、あのぜひチェックして、あ見る、3月31日一緒に歌ってくれよな、あ酔ってるね、あ331、あっ酔ってるね、これはニューパワーでね、ニューパワーで歌うの、ニューパワーで歌いますね、めちゃくちゃ行きたいわね、ニューパワーで歌うね、絶対行きたいわ、絶対酔ってるな、酔ってますね、これ久しぶり飲むんす今、あこの音源自体もあの1周年ライブの来てくれた人だけにしか配ってない、世に出てないやつ、好きです、
言うても俺なんかの最新曲なんで、まだまだまだアライフで最新曲だからやらないわけにはいかない。ネタがないって。この2年前ぐらいの曲がもう最新曲っていう。新曲もなるんですか、今回3月3日にニューパワーとして、ニューパワーとして僕全部カバーで、僕らコピーバンドなんで、コピーバンドニューターナーがやってる曲しかできない、そこはちゃんとコピーバンドとしてのなんかすいません引き出し塗ないものはないです、無理はしないということでね、はい、もうこんな時間ですが、まあいつものことながらひっちゃくめっちゃくしなくてですね、サチさん、これ2時間番組にしてほしいな、サチさんからメッセージのところから聞いてますが、今日も楽しそうで素敵です、ありがとうございます、やんばるから聞いてますね、最後にいつもね、独特な一言で、はい、あーデッキーさんに白もらってますデッキーさん、今日はもうせっかくですから、ズッブーさん、ズンマスターのアシメネ君に最後ね独特な一言を言って、独特な一言、はい、何でもいいです、あの番組の方を締めさせていただきたいと思います、じゃあズンマスターのアシメネさん、はい、独特な一言よろしくお願いします、はい、今日見る夢は明日も見れるとは限らないよ、はい、下から目線で中華なびらお相手はカネとキュートジャジャとシテキートつまさだしめでした、ありがとうございました、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなさい、拍手ありがとう、サチさん元部からありがとう、ありがとうね結構見た、うわーサチ見栄えがあるんだろうね、やっぱりお尻が、いやお尻が待って、あれお尻あ、お尻かあ、お尻お尻じゃないよ楽しいな、もう極力出張外したいな